ここでは宇宙世紀0078から0082までの物語を体験することができます。ジオン軍基地への攻撃を命じられた第 08MS 小隊の面々は、隊長シロウ・アマダの別動と他メンバーによる強撃作戦を実行することに。シロウの攻撃を待つメンバーたちだったが、約束の作戦開始時刻を皮切りに攻撃を開始してしまう。果たしてシロウは作戦を成功させることができるのだろうか。戦闘準備をお願いいたします。作戦開始です。さて、一丁やります。来なさんよ。残り人がから飽きたぞ。作戦終了です。見事な勝利です。チャンスは最大限に生かす。それが私の主義だ。戦闘準備をお願いいたします。作戦開始です。連邦どもめ、後ろがから来たぞ。作戦終了です。見事な勝利です。チャンスは最大限に生かす。それが私の主義だ。今回の報酬になります。戦闘準備をお願いいたします。作戦開始です。この風、この肌触りこそ戦争よ。頭を押さえる。決戦力、後ろがから来たぞ。作戦終了です。見事な勝利です。ちょっとぐらい楽しませてくれよ。こちらが今回の報酬になります。手早く片付けさせてもらおう。
戦闘準備をお願いいたします。高熱圏体接近、気をつけてください。私に出会った不幸を呪うがいい。迂闊だったな。これで終わりだ。いただき、落ちろ。頭を押さえる。そのままなすことなく消えるがいい。これでは持たぬか。頭を押さえる。逃がす。まさか、これほどとは。作戦終了です。見事な勝利です。カッカ、これより帰還します。任務達成です。こちらが今回の報酬になります。攻撃作戦を成功させたシロウ、仲間の信頼に応えることができて息が上がるシロウの目の前にジオン軍大佐ノリス・パッカードのザクが現れる。機体性能で劣る旧型ザクで陸戦型ガンダムと互角以上の戦いを繰り広げるノリス。シロウは不慣れな地上戦に加えてゲリラの少女キキを同乗させているために思うような戦いができない。圧倒されるシロウだったが、起死回生の閃光弾を放つ。ノリスがひるんだ一瞬の隙を突き、ザクに致命的なダメージを与えることに成功した。戦場から脱出するノリス。この戦場にいる限り、また必ずあのザクと相まみえる。そんな強敵との戦いであった。ここでは宇宙世紀